施設前景エリア中市は、秋田県秋田市中通り一丁目にある再開発地域である。総事業費は約135億円で、そのうちの約80%を公費で負担している。秋田赤十字病院の郊外移転に、秋田市か三北市の現在地に移転等によって生まれた、秋田市中心部にある大規模な空間地約1.7ヘクタールを再開発して誕生したエリアである。 2012年7月5日に秋田町づくりが管理・運営する駐車場・商業施設棟が先行開業し、7月21日に秋田市にぎわい交流館 au 及び秋田県立美術館が開館し、再開発地区の町開きを迎えた。秋田県立美術館は館内の空気環境の整備の問題から本格開館が遅れる形になっており、 富士達具士の作品などコレクションを休館に残す形で暫定開館し2013年9月28日に秋田県立美術館の本オープンを迎えている。また2012年秋に住居棟が竣工している。四港地区は南北を広港地と中央通りに東西を2本の市道によって囲まれた区域であり、西側では秋田中央道路中央外クランプと接する。 なお、当初はこの区域を再開発第一外区、秋田キャッスルホテルの立つ区域を再開発第二外区として、秋田キャッスルホテルを含めた約2.9ヘクタールの再開発が計画されていたが、同ホテルの再開発事業からの撤退に伴い、事業面積は現在の1.7ヘクタールとなった。エリア中1の名称は、 公募により2011年11月19日に発表されたもの、合わせてマスコットキャラクター、四次郎が発表された。このマスコットキャラクターは、千秋公園内の四次郎稲荷神社に祀られている狐を図案化したものである。なお、2011年まで近接する中土橋で行われていた関東名義大会の会場は、2012年よりエリア、 中市内の賑わい広場に移ることとなった。新しい、物好きな、秋田の県民性も影響して開業1ヶ月の来場者数は計画の約3.5倍に達するなど当初は順調に集客したものの、各店舗の丸ごと市場が運営するサンマルシェは売り上げが目標に達しないとして2014年3月末で、賃貸借契約を解除して撤退することになった。 商業施設旨のうち食品売り場は4月3日から暫定的に営業を再開、同年中に商業施設の再オープンを果たしたものの、店舗の定着が今後の課題となっている。秋田市にぎわい交流館、会う、秋田県立美術館、平野正吉コレクション、商業施設、駐車場旨、住居、ケアハウス旨、にぎわい広場等の施設からなる。 建築敷地面積はおよそ14,655平方メートル、総建築面積およそ9,810平方メートル、延べ床面積およそ41,665平方メートルの施設群である。秋田市が運営する文化交流施設、世代を超えた文化交流拠点をコンセプトに多目的室、各種工房スペース、アートギャラリー、 研修室等からなる施設である。1階の音響工房はスタジオ中1の愛称でラジオ番組の放送等が行われている。この他、町発見ステーション機能として秋田市の文化や魅力を紹介するコーナーが設けられており、本手秋田7階にあった町の駅秋田の機能を引き継ぐこととなる。青の愛称は再開発地区の愛称。 エリア中市と共に公募により選ばれ、2011年11月19日に発表された。秋田県立美術館、平野正吉コレクション、秋田の行事等、藤田嗣作品を多く所蔵する、平野正吉美術館を移転して開業した施設である。2013年9月28日に、旧美術館から収蔵品を移設し、本格オープンした。建物の設計は、 安藤忠雄、秋田県が設置し、公益財団法人、平野正吉美術財団が運営する。2011年6月に、秋田県立美術館、平野正吉コレクションという名称が制定され、その後公募により2011年10月にシンボルマーク、及びロゴタイプが選定された。なお、当初は、他の施設群と合わせて2012年4月オープン、予定であったが、 エリア中1のオープンそのものが、東日本大震災に伴う工事の遅れにより当初より3ヶ月遅れ、当美術館については竣工後の施設内の空調を安定させるための寝かせ期間が必要となったことで、本格オープンは翌年秋へとさらにずれ込むこととなった。これについては、当初より建物竣工後の寝かせ期間が必要であったことは明らかであり、 震災の発生以憾に関わらずもともと2012年のオープンが不可能であったことから2012年オープンを標榜していたことに対し批判がある。また、美術館移転後の旧施設の建物利用も課題となっており、千秋公園内の佐竹資料館の移転計画があったが頓挫している。なお、施設自体はにぎわい交流館、アウト合わせて2012年7月21日に 暫定オープンしており、本格オープンまでの期間、企画展を中心に活用された。商業施設、駐車場旨1階と2階の一部約3700平方メートルが商業施設で2階から5階と屋上に合計約500台収容の駐車場が併設されたビルである。この商業床部分は、地権者や秋田丸ごと市場をはじめとする、 地元企業が出資して設立した秋田町づくり株式会社が取得している。開業時点の商業床の各店舗は秋田丸ごと市場が運営する総合食品売り場サンマルシェでこれを含め食品を中心とした29店が入居し全施設の本格オープンに先立って2012年7月5日に開業した。しかし各店舗の丸ごと市場が運営する サンマルシェは売り上げが目標に達しないとして2014年3月30日で賃退借契約を解除して撤退することになった。4月3日から中一プラザとして食品売り場が営業を再開、その後キテナントの解消が課題となっていたが、同年中に商業施設のリニューアルが行われ、12月22日に4の3として再オープンを果たしている。 高さ51.6メートル、13階建て。低層部は賃貸住宅、中層部はケアハウス、高層部は分譲住宅となっている。分譲住宅としての販売個数は23個で、すでに完売している。広小路に面したにぎわい広場とにぎわい交流館、秋田県立美術館、商業施設に囲まれた中庭的な広場の中一広場の2つがある。 にぎわい広場は常日の通り関東美容扇大会をはじめとする各種イベントに使用されており、中一広場の方も広場に面した商業施設棟2階に大型画面が設置されていることから高校野球のパブリックビューイング等のイベントに使用されている。また、2019年6月28日、県立美術館と商業棟の間の屋外通路に 広小路商店街振興組合とエリア中一の指定管理を手掛ける秋田町づくりが市民から寄贈を受け誰でも自由に弾くことできるストリートピアノを設置した。秋田赤十字病院の郊外移転及び秋田中央道路が都市計画決定された当初から跡地地区の再開発計画は重要な課題となっており赤十字病院に移転の前年には早くも 再開発準備組合が発足している。当初の計画では、芸術、文化ホールを核とした複合施設計画であり、2004年度オープンを目標としていたが、市による事業計画検証の結果撤回され、具体的な計画は一旦白紙に戻されることとなる。なお、2004年12月には、再開発地区の商業床取得会社、秋田町づくり株式会社が設立された。 その後2006年2月に新事業計画の素案が発表、ホテル、高層住宅、健康施設、駐車場棟、商業モール、シンボル広場、歴史文化施設からなる再開発計画が発表された。しかし、当初佐竹資料館の展示施設を構想していた歴史文化施設では、その意義と集客性が疑問視されたこと、また当初は、 秋田キャッスルホテルが再開発第一外区に新ホテル棟を建設し移転現在のホテルが建つ区域を再開発第二外区として跡地にバンケット施設等を整備する構想であったが2000年代に入って秋田市内でホテル建設開業が相次ぎ外部環境が大きく変化したために同ホテルが再開発事業から撤退したことで 再開発事業はさらに計画の見直しを余儀なくされ、停滞することとなった。このような状況の中、市では、秋田統合文化センター構想と称する独自の公共公益施設構想を進め、県でもまた、平野正吉美術館の移転再整備構想を進めていた。このような計画の見直しを経て、2007年11月には、再開発計画の最終合意が発表され、 商業モール、健康施設、広場、駐車場、公共公益施設、居住施設を越しとする再開発計画がまとまった。ここで正式に県が平野正吉美術館の移転再整備を表明することとなり、また市では当初計画であった歴史文化施設構想を撤回して、後に賑にわい交流館となる公益施設の計画を進めていくこととなる。しかし、 当初の計画になかった美術館の移転構想が浮上した経緯が不透明であること、また後に安藤忠夫に美術館の設計を委託した経緯も不透明であったことから美術館については後々まで県民の一部から計画の見直しを求める声が上がることとなった。二千八年六月には商業施設に関する基本合意が行われ、賛成者の連結子会社である賛成、 モールマネジメントに商業床を一括転貸することで合意しているが、後に商業施設の計画面積は縮小されている。同7月には事業計画原案が公表され、10月に再開発地区の都市計画変更が決定されたことで、事業計画は大きく具体化することとなった。2009年2月には再開発準備組合から本組合へと移行し、 本組合の設立、事業認可を受けている。再開発事業計画は、その後数回にわたって変更を受けているが、2010年には施設着工を前にして、指導、中小路のうち、再開発区域にかかる区間が廃止され、施設計画も商業施設棟が、旧来の中小路を塞ぐように立ち、商業施設建物内の動線が、 旧来の中小事と繋がるように変更された。2010年12月27日に施設建築物の非公式を行い、本工事に着手。その後東日本大震災に伴う3ヶ月の工事の遅れがあり、町開きが2012年7月に変更されたが、上日の通り7月5日に駐車場、商業施設旨が7月21日に秋田市にぎわい交流館を呼び、 秋田県立美術館がオープンを迎えた。この間2001年にはワールドゲームズ2001のブールスポーツ競技が東再開発区域内の特設会場で開催された。また着工までの期間市内中心部の野外、イベントスペースやイベント時の駐車場などとしても使用された。2009年には同年実施の市長選挙で従来の秋田市役所本庁舎の 全面改修工事ではなく、本庁舎の移転新築を行った場合の候補地の一つとして、当地が候補者らの間で争点に出されており、移転を行わない場合は、大規模耐震改修工事を行うことで、現在地での改築、新築については、どの候補者も否定的であったが、最終的には、隣接する NHK 秋田放送会館跡地を含めた、 従来の所在地に新築することで決着した経緯がある。2020年東京オリンピックの聖火リレーでセレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に延べ53万5717件の応募があったと発表した。 秋田駅西口より、徒歩では、ポポロードと中庄寺を直進し10分ほど。バスでは、市秋公園入り口、中通り1丁目、または中通り2丁目の各バス停が最寄りである。また、エリア中1のオープンに合わせ、中心市街地を循環する100円バスが運行を開始した。当初は試験運行であったが、2013年4月1日より、本格運行に行こう。 7月7日からは、グルルの愛称とともに専用塗装のバス2台による運行が行われている。なお、当初計画では、秋田駅西口と再開発エリアを結ぶ、低床トラムの運行計画があったが、事業化のめどが立たないことから見送られることとなった。秋田駅前に、ホテルアルファマイナス1、アルベナイに、東予コインが開業。この他秋田駅周辺では、ドーミーイン。 コンフォートホテル、ダイワロイネットホテル、リッチモンドホテルが相次いで開業。地元資本のホテルハクトも改装オープンした。また、このホテル競争に敗れる形で、2009年1月1日には、地元の老舗ビジネスホテルチェーンホテルハワイが営業を終了した。従前の計画では、中障寺のルートは歩行者用のモールとして存置され、 中庄寺を挟んで両側に店舗が展開する施設計画であった。なお、中庄寺の中一内にかかる区間は廃止されているが、歩行者が建物内を通らずに中一広場を通って東西に抜けることは可能である。ありがとうございます。